生まれ変わる日本航空を見守っていただきますようよろしくお願いをいたします。日本航空が会社構成法を申請し経営破綻してから19日で10年を迎えた。当時負債総額は2兆3200億円を超え、およそ3500億円の公的資金が投入された。一番大事なことは、この日航で働いておられるすべての皆さんが新しい気持ちになって再生に向けて全力を尽くすと、それが前提の下で政府としても支援をしていくと。再建を任されたのは、京セラを一代で巨大企業に成長させた稲盛和夫氏だった。会長に就任し、赤字体質を改善するため路線撤退や人員削減を進めた。商売人というような感覚を持った方があまりにも少ないと、八百屋でも経営できませんよと。その結果、業績は急回復。破綻から2年8ヶ月で再上場を果たした。あれから10年、JAL はこれからどこへ進むのか。赤坂社長がインタビューに応じた。ではこれから始めたいと思います。よろしいですか。はい、ではお願いします。よろしくお願いします。ちょっと最初に私からですね、少しだけお話をさせていただきます。今日は本当にお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。1月の19日、今年のですね、もう日曜日になりますけれども、まさに10年前ですね、日本航空がですね、当時の、経営破綻をするということで、会社構成法を東京地方裁判所にその適用を申請をしたという、まさに10年前が1月19日ということになりますが、10年間をこれから振り返ってですね、今後のことも含めて皆さんからのご質問等にこれからお答えをさせていただきたいと思ってますけども、当時振り返りますとですね、本当に厳しい状況に陥ったということでありますけれども、何よりも事業の縮小、あるいは 100% 減資、あるいは債権放棄、それから公的資金の投入と、こういった一連の流れの中で、お客様をはじめですね、関係の皆様、株主の当時の株主の皆様、あるいは関係省庁、あるいは金融機関と、本当に数え切れない多くの方々にですね、ご迷惑をおかけして、本当にお詫びの言いようもないような、そういう状況だったというのを、本当に当時痛感をしたところであります。その後ですね、企業再生支援機構、あるいは稲盛会長ですね、こういった皆さんのご支援やご指導を仰ぎながらですね、全社で一丸となって、再生計画、あるいはその後の中期計画なんかをこう一連のハードルをクリアしながらですね、必死に頑張ってまいりましたけれども、10年経った今もですね、やはり先ほど申し上げた多くの方々にご迷惑をおかけして、なおかつまだこの10年経過してもですね、そういった当時の痛みをまだまだ残しておられる方もたくさんいらっしゃいますので、そういうことも決して忘れずにですね、これからも精進をしてまいりたいというふうに思っています。現在すでに実は JAL グループでこの経営破綻以降に入社した社員がですね、もう半数になりまして、要は半分の社員がですね、10年前のこの破綻の経験をしていないという状況になっておりますけれども、我々当時いたものといたしましてもですね、
この破綻の反省あるいは教訓をですね、なんとか彼らも含めあるいは未来のこれから入ってくる社員も含めてですね、これを伝えていきたいなとこういうふうに思っているところです。折しもこの2020年オリンピック・パラリンピックが東京で開催されると非常に日本の社会にとっても大きな節目になる年でございますし、10年を経過して、航空業界、あるいは社会全体がまた大きく変わろうという時でもありますので、本当にこの10年前の反省であるとかこの10年を過ごしてきたこのプロセスをですね、将来にどうやって生かすかということも我々の大きなこれからのテーマになっていくと思いますし、非常に大きなまた責任があるとこのように自覚をしておりますので、さまざまな航空業界のみならずですね、いろんな社会課題についても JAL グループとしてこれからまた真剣に取り組んでいきながらですね、まだまだ社会の皆さんからの信頼を 100% 回復できたというふうには思っておりませんので、これからの我々の事業や会社の活動を通じてですね、社会に貢献し社会の皆様にですね、信頼されるJALグループにしてまいりたいというふうに思っておりますので、ぜひとも引き続きのさまざまなご支援、ご協力、ご指導をお願いしたいというふうに心から思っているところであります。私からは最初のお話としてこのぐらいにさせていただきましてですね、皆さんからこれから ご質問をいただきたいと思いますけれども、私は破綻の当時安全の部門におりましてですね、そこで部長をやっておりましたので、ちょっと必ずしも当時の状況をですね、特に経営の状況なんかを詳しく知る立場にはございませんでしたので、少し皆さんのご質問に対して深く答えられないようなところもあるかもしれませんが、そこはご容赦をいただきたいというふうに思います。それではちょっと質問の方からどなたかございましたらお手を挙げていただければと思います。それじゃあよろしくお願いします。今話もありましたけれども、破綻から10年かけて、多分吉田の方々の半分になるということで、10年経って経営がどういうふうに変わってしまうか、あるいは変わっていないのか、今10年の経営という観点でどうでしょうか。経営という観点、社員ではなくて、今現在 その経営の方法。なるほど。先ほど申し上げた通り、当時というか破綻前を含めて、経営というものに私携わっていたわけじゃないんで、そこはちょっと経営じゃない立場から見て、との比較になりますけれども、やはり当時私が、特に現場にいて感じたことは、非常にこう本社というかですね、いわゆるトップマネージメントというか、そういうものとの距離の遠さというかですね、そういうものをやはり強く感じていたというか、むしろそれが当たり前じゃないかなっていう感じで、ぼやっと思ってました。我々の現場と経営というのはやっぱり役割がちょっと違うんだと、こんなふうに捉えていましたけれども、やはりその経営破綻の反省の中でね、そういう経営と社員あるいはいわゆる職場の距離というのがですね、その遠さというのが経営破綻の一つの要因になったんだというふうに後からそういう見解を知りました。そういう意味で私現場出身でもありますけれども、その当時と比べるとですね、おそらくより現場の意見だとか声を聞けるような、そういう経営体制になっているんじゃないかなと、
というふうには思います。それは強く思います。それとですね、これも後で聞いた話ですけども、いろんなところで言われているのかもしれませんが、いわゆる経営陣のチームワークみたいなものですね、こういうものがやはり当時、足りなかったんじゃないかというふうに言われておりますけれども、そこについても、非常に今私自身もですね、経営陣のチームワーク、あるいは経営と職場、社員とのチームワークっていうのを非常に気を使ってやってるところであります。やはり特に私は現場出身なんで、いわゆる経営のいろんな分野についてはほとんど知りませんので、どうしてもその他の役員だとかですね、社員の皆さんの協力を得ないとやっていけないという、そういう必要性も含めてですね、とにかくチーム一体で経営をやっていく、あるいはチーム一体で会社を仕事を進めていく、こういうことが非常に重要だという認識に今なっているんじゃないかなというふうに思います。そこは僕はおそらく破綻前と大きく様変わりしているところじゃないかなと、こんなふうに思っています。どうぞ。はい、テレビ東京のひろみと申します。これ使った方がいいのかな。ぜひ使っていただけると、はい、当時の稲森会長から社員の皆さんに大変厳しい叱咤があったと伺っています。この10年を振り返って、稲森改革、特に採算性を意識するようになったことで JAL にどんな変化がもたらされたとお考えでしょうか。ですね、これは本当に大きく変わった部分の一つだと思います。破綻前のいわゆる社員の意識の反省というのはやはりあって、一つはその親方日の丸的なね、こういう当事者意識だとか責任感の欠如みたいなのが、言われておりましたし、もう一つはやはりその採算意識ですね、こういうものが欠如していた。これは経営のみならず社員も含めてですね、そういう面があったというふうに言われておりますけれども、これはもう私自分の反省も含めてその通りだというふうに思います。私は整備の出身でございますので、整備としてはですね、それなりにいろんな、コストの効率化の努力なんかを長くやっておりましたけれども、やはり本当の意味のですね、いわゆる採算意識っていうのが、当時ですね、あったかと言われると、必ずしもそうじゃないなと。これはもう稲森会長が来られてからですね、いろんな勉強をしていく中で、本当のこう採算意識っていうのはこういうもんなんだなっていうのをですね、こういろんな場面でご指導を受けましたんで、今やはり何のためにその採算意識とかね、コスト意識が必要なのかということが非常にこう社員に浸透していると思います。例えばですね、例えば典型的な例がですね、安全といわゆる採算というのが、全く相反するものだという認識を我々は実は持ってました。本当に持ってました。したがってこの安全と採算をどっちを優先するんだというと、当然安全だろうと、これはこれで正しいのかもしれませんけれども、そこにこの相反するものじゃないんだということをですね、非常にこう稲森さんから教えていただいてですね、やはりそういう会社の経営だとかそういうものがきちっと成立してこその安全であり、なおかつその安全あってのそういう採算というかですね、会社の経営があるんだという、この点については非常にこう目から鱗というかですね、そんなふうに
感じましたし、先ほど申し上げたように今もう非常にそこの部分は腑に落ちて、おりましてですね、まさに、まあ、安全と採算みたいなものを同時にやっていく経営というのが特に航空会社ではですね重要なんだということが大変よく分かりました。ありがとうございます。そのような意識が社員の方にも浸透してそうですね、もうまさにそこは大きく変わったところだと思いますね。そのように採算性を高めたことで再建ができ、これによって新たな都市ができるようになったんだと思うんですけれども、今年 LCC ジップエア東京さんですねとジップエアと国際線の新規就航などを控えていらっしゃいますけれども、競合の ANA をどう意識して攻め勝とうとされているのかお聞かせいただけますでしょうか。意識していないというと全く嘘ですけども、当然最大のライバルでありますし最大の競合相手でありますので、まあ、ANA さんとの、まあ、競争というかですね、そこをきちっと我々も負けないようにですねやっていかなきゃいけないと、これはもう当然だと思いますが、ただまあ、やはりこう日本の航空業界であるとか世界の航空業界を考えたときには、やはり ANA さんとですね、まあ、いい競争をしながら、まあ、日本の航空会社としての地位をきちっと作っていくということが非常に大事だというふうに思っておりまして、そういう意味で言葉としてやっぱり切磋琢磨みたいなね、お互いにですね、そういうことをこうやっていくことが非常に重要だというふうにこれは本当に心から思います。ありがとうございます。先ほどお話の中でまだ信頼は 100% 回復できていないというお話があったと思いますが、その点でまだまだ物足りないですとか合格点に足らないですとか未達だなとお考えのところがもしあれば伺いたいです。まあまあ、いわゆるこう経営破綻があってですね、まあ、再建のプロセスをこう経てきたわけですけども、考えてみるとですね、再建のプロセスっていうのは、まあ、一度こうマイナスに落ちたものをこうゼロまでこう引き上げていくというこういうプロセスでありましてですね、つまりはかつてあったものをこうもう一回、取り戻すような、こういう、まあ、多分プロセスだったんじゃないかなというふうに思ってましてですね、そういう意味では昔あったものですから、そこをまたこう作り直すというのは、そんなに難しくないんじゃないかなと、もしかしてですね、こんなふうに今ちょっと思っておりまして、ただこれからのことを考えると今までになかったものをこれからそういう価値をいわゆるゼロまで戻したけれどもこれをプラスにしていくには今までなかった新しいものをこう作っていかなきゃいけないっていうこういうフェーズに今入っていると思うんですね。まあ要は我々の先輩がやったことのなかったことこういうものを付け加えていかなきゃいけないっていう中でやはりそういう、 こう想像力とか新しいものにチャレンジしていくエネルギーだとかですね、それを引っ張っていくリーダーだとかですね、そういうところに今ちょっとこう足りない部分が、私としてはあるんじゃないかなとこんなことを感じています。まあ、やはりこれから日本JAL グループとして持続的に発展していくためにはやはりそういった人材ですね、まあ、これをこうどうやって育成していくかということが今我々に足りない部分の一番大きな部分じゃないかなと思います。やはり人材だと思います。ありがとうございます。朝日新聞の西田と申します。まず1点目
はですね、経営環境のことなんですけれども、前回破綻したときっていうのは、リーマンショックがあったり、またインフルエンザがあったり、かなり外部環境の悪化っていうのと、御社のその広告費の体質が、改まって見たかと思うんですけれども、広告会社、常にその外部環境の悪化っていうのは、つきものだと思います。足元、広告でも中東情勢悪化してたり、武漢の方で新しい機会が起きたりとか、不安定な部分あると思うんですけれども、もう一度そういう経営体質として、そういう外部環境の悪化があったとしても、耐えられるような環境っていうのは、20年で作ることができたと考えているのか、その辺の考えを聞かせてください。はい、まさにいわゆるイベントリスクみたいなものが航空会社にとってはつきものでございますので、破綻前はそういう大きなイベントリスクイベントがたくさんあってですね、最終的に破綻に至ったというのは間違いないと思いますけれども、一方この10年を見るとそういった大きなリスクイベントが少なかったなという、これは事実としてあると思います。これは非常に我々の再生のプロセスの中で大きな幸運というかですね、だったんじゃないかなと思いますが、ただ一方でやはり航空会社としてはそのイベントリスクにいかに耐えられるようなそういう事業の形態にしておくかというのがものすごく大事だと思います。でやはりその破綻前のことを考えると、いわゆる特にイベントリスクの影響を受けやすい国際線の事業ですね、これに大きく偏った事業形態だったということであるとか、あるいはその国際事業をやっていくにあたって、非常にこうコストのかかる、あるいは燃費の悪いですね、大型機材、これに偏って、オペレーションをしていたというのが多分大きな要因になったんじゃないかなと思います。そういう意味ではこの10年で、例えば機材についてはですね、当時多分大型機が4割ぐらいあったんですけども、今2割弱ぐらいにも落としてますし、いわゆる省燃費機材と呼ばれるものが今や8割になっております。それからやはり国内線の事業と国際線の事業をですねバランスよくやっていく、国内の方がやはりリスクイベント体制が強いんで、そういう意味では今事業規模としては国際と国内が半々でやっています。であるいはこれも非常にイベントリスクに左右される貨物事業ですね、これも大きく当時の事業規模を縮小して、当時は十数機 のフレーターという、ジャンボの大型のフレーターを飛ばしてましたけども、今はもうフレーター事業は撤退をしておりまして、旅客事業の一環の中で貨物事業をやっていると、こうやって極力イベントリスクに左右されにくいようなですね、そういう事業形態にこの10年で変えておりますので、これからもおそらくリスクイベントが起こってくるのは間違いないと思いますけれども、かつてのようなことにはならない、そういう事業形態、加えて財務体質ですね、今の自己資本比率 50% を超える、こういう財務体質を作ったのもやはり何かあった時の蓄え備えをですねきちっとやっておくというのが大きな目的でやっておりますので、そういう意味では破綻前と破綻後現在とはいわゆるリスク体制という意味では大きく様変わりをしているというふうに自負はしています。破綻前と破綻を比べると路線の数っていうのは、台風主催さん路線から撤退して、一部新規で作ったりやってる部分があると思うんですけど、これからその成田も第三滑走できたりとか、
で、まあ、国際線あのイベントリスク受けやすい国際線というのはだいぶ広げる余地、まあ、自由にあの広が拡大していく余地というのはあると思うんですけど、その辺のその路線の拡大というところに関しては、まあ、これから先、まあ、10年か5年かどういう考えでやっていこうと思っていらっしゃいますか。あの路線の拡大はこれからも進めていくつもりです。ただそのあまり急激なですね、路線の拡大っていうのは、まあ、いわゆるその安全性においてもあまり望ましいことじゃありませんし、やはりその経済成長だとか需要に応じたですね、緩やかなそういう成長あるいは路線の拡大をやっていきたいなというふうに思います。で、まあ、問題はやはりそのどうしてもこう事業拡大、これからの事業拡大あるいは成長性という面でおいて、やはり国際線が主体になっていくんじゃないかなと。しかもあの、まあ、首都圏でいうと、まあ、羽田は今回拡大されますけれども、まあ、今回でおそらくいっぱいになってしまいますので、次やはり成田を中心としたですね、そういう路線の国際線路線の拡大というふうになっていくと思います。でその時にやはり大事なのは、昔のようにあのほっとくとやっぱり国際線の比率がこうどんどん上がっていきますので、ますますそのリスクイベントがですね、まあ、こう増していくようなですね、そういうふうにならないように、やはりこの事業の国際線偏重じゃなくて、そういう形にしていく必要があって、まあ一つやはり国内線を同じように増やしていくと、特に地方路線ですね、こういうこともあるでしょうし、あるいはその国際線国内線以外の、まあ、周辺事業であるとかですね、例えば、我々で今言うとマイルだとかカードだとか空港事業だとかですね、そういうものであるとかですね、あるいは全く航空とやっぱりちょっとこう離れたですね、そういう新規事業みたいなものを同時に国際線を増やしていくんであれば、そのリスク体制を確保することも含めてですね、やっていく必要があるんだろうなと思います。したがってあの、まあ、緩やかに国際線を増やしていきつつ、まあ、そういう新しい事業もにもこれから挑戦をしていく必要があると、このように思っています。ありがとうございます。アビエーションワイヤーの吉川です。あの今の国際線の話なんですけどね、まあ、御社では、まあ、成田でも再設計ということで、まあ、北米からアジアといった流動を取るということをやってらっしゃいますけども、まあ、一方でそのアジアのエアラインは直接北米に乗り入れてかなり長距離の部分を飛ばし始めて、まあ、そうした中で、10年後の JAL というのはどういった稼ぎ頭ですか、ね、国際線に関して言うと、重みを置いていくんですか。ですね、まああのまあ、やはり成長の中心は国際線であり、特に、まあ、グローバルにこれから一番成長が見込まれるのは、東南アジアから北米にかけた日本を中心とするですね、ここのルートだというふうに言われておりますので、まあ、我々はやはりそのど真ん中に位置するまあ、いわゆる地理的な、アドバンテージを生かしながらですね、そこをやっていくんだろうなというふうに思います。で、今吉川さんおっしゃった通り、いわゆる東南アジアから北米に向けた直行路線みたいのも確かに今、出てきてはいますけれども、まあ、今現在飛んでる飛行機の性能だとかを考えたときには、やはりその、まあ、日本を経由するというそこの需要は相変わらず強いんじゃないかなと思います。あの直行で行くとやはり、いわゆる吉川さんよくご存知の通りペイロードが出ませんので、要はたくさんのお客様乗せられないんですね。もちろんあの飛んではいけるけれども、今の飛行機の性能ではまだまだ直行が東南アジアから北米の直行が主流になるという状況ではないと思います。で加えてやはりあの日本の場合やはりインバウンドの、まあ、需要というんですかね、
これが確実にまだ増えていく、来年は4000万人という目標がありますけども、2030年は今度6000万人ですね。これはもう今の倍なわけですね。こういったいわゆるインバウンド需要ですね、これをこう日本に、やってくるわけですから、そういう意味じゃ日本の端末需要っていうのも決して、成長という意味では、まだまだ大きな余地があるというふうに考えていますので、インバウンド需要もやはり主体は東南アジア、あるいは北米ということになりますから、やはりこのルート端末も含め、あるいは通貨需要も含め、そこが中心になっていくんだろうと思います。先ほどですね、経営をただごととちょっと破綻前は思えてなかった部分があったのではないかということで、一方でそのパイロットのジャンルでいうとですね、機長と副操縦士の関係は上司部下になってしまって、言いたいことも一部言えないところが、そういう制度疲労になっているというのがあったようなんですけれども、整備の現場というのは、坂田さんからご覧になっていて、破綻後というのは、そういった、いわゆる上司との風通しみたいなのは、良くなったんでしょうか。非常に難しいというか、いい質問だなと思いましたが、大きく変わったことは事実だと思いますけども、いわゆるその縦の関係ということでいうと、やはり整備の世界というのはどうしてもこう徒弟制度でありますので、それは上司と部下の関係でもやはりそういう部分があってですね、そういう意味ではいい意味でね、そういう上下関係の規律であるとか礼儀であるとかですね、そういうものは今も変わらず残っていると思います。だからもしかしてこう周りから見るとですね、整備の世界だけなんか古臭いぞみたいなね、そういうふうに思えるのかもしれませんけれども、私としてはそういったいい意味での上下関係はきちっと残しながらね、お互い人間と人間の関係においてはね、言いたいことが言い合えるようなそういう整備を作ってきたつもりですし、そうなっていると思います。そうですね、やっぱりだいぶ変わったかな。もしかしてもっと変わったところはどこかというとですね、女性が増えたってことですね。これは整備の現場で僕のいた頃はほとんどいませんでしたから、それが今新入社員の3割ぐらいがですね、女性社員に整備、そして整備士になりましたんで、そういう意味じゃ非常にこう雰囲気が柔らかくなった感じはしますね。そっちの方が変化としては大きいかなと思います。最後の質問なんですけども、破綻して、マージャーさんの Wi-Fi を、他社より先に見たりとかですね、いわゆるその、人によっては JAL の穴かというような形でですね、いわゆるその、進歩的なことをやる会社になったねという評価があったと思います。で、一方でその破綻から10年経ってですね、最近その社員の方々は JAL の JAL 化というかですね、昔の JAL にちょっと戻っているのが、いわゆる保守的な考え方になっていないかということを自問自答する社員の方々赤坂さんからご覧になっていて、そういったそのいわゆる旧体制とした JAL に戻ってしまっているのか、それともやはり前に進んでいるのかというのは、そこにどういうお感じですか。元に戻っているとは全く思っていません。しかしながら先ほどちょっと冒頭に触れたと思うんですけども、今の課題としてですね、なんかこう新しいことをね生み出していくような、そういう、人材が足りてないっていう話をしましたけども、ちょっとやっぱり社員もそれを実は自覚してるんだと思いますね。だけどもどうしていいかわからない、何かこう新しいことにチャレンジしたいんだけれども、何かそこがね、いいこうアイデアがないとか、
誰と相談したらいいのかとかですね、ちょっとそういう意味での閉塞感というかですね、行き詰まり感みたいのを社員は感じていて、なおかつ、まあ、中にはやはりそういうものをこうどんどんやりたいと言っていろんなアイデアを出す社員もいるんですけども、なかなかそれがまあ、組織全体としてはね、うまく進められていない、これは先ほど言ったそういうリーダーが足りないということですね、いうことで、まあ、社員が忸怩たる思いをしていたりですね、なんかそういうことが起こっているような僕には見えますよね。だ決してその昔の状況と多分そのなんとなくこう保守的になっている動機が違うんじゃないかなっていう感じが僕はしています。NHK の加藤です。まあ、破綻から10年が経って体制があって、次の10年についてちょっと伺いたいなと思うんですけれども、先ほどもちょっと2030年のインバウンドの話ありました。これから、まあ、インバウンドをどうで組んでいくのかっていうのは大きな課題なのかなと思うんですけれども、これに関しては、まあ、ちょっと広い意味で10年っていうところで、今後はどのように進めていくお考えでしょうか。インバウンド、その外国人の取り込みみたいなところで。ですね、これはもうとにかく鍵は地方ですね。もうこれは間違いないと思います。6000万という非常に今の倍の、ね、インバウンドということを考えれば、もはやその首都圏あるいは一部の関西圏だけで、それらのインバウンドの方々が来られる余地はもうあまり残されてないですから、やはりよりこう日本の各地ですね、こちらにそのインバウンド需要を伸ばしていくということが最大の鍵になると思います。そういう意味では今回羽田の国際線を拡大させていただけるのはですね、非常に大きな我々にとってはこのインバウンド需要の地方装置という意味で、非常に大きなことだなと思ってます。何たって羽田はですね、200便の国内線を我々持っておりましてですね、もう羽田の発着各国内線のネットワークとしては最大のエアラインでございますので、なんとかこの国際線と国内線のネットワークを接続してですね、これをこうインバウンド需要を地方に誘致していくと、これは我々が自身で努力をしてやっていきたいと思います。でそのためにはやはり地方に行く理由をですね、海外の方々が地方に行きたいという、そういう地方をたくさん増やしていかなきゃいけないというふうに思います。本当に地方の皆さんいろんな努力をしていらっしゃるんですけども、我々もですね、できるだけ、地方の皆さんにと協力しながらですね、地方の魅力を作っていく、あるいは、海外の皆さんに知ってもらう、そういうことをこうやっていくことが本当に今後の鍵だと思います。この問題はですね、多分なんか一時的な話とか、なんかこう流行りのね、まあ問題認識ではないと思っておりまして、これはもう現に起こっている、あるいはこれからさらに深刻になっていく問題だというふうに捉えておりましてですね、これはまあ言ってみれば航空事業のこれからの持続性に問われる問題でもあると思います。まあ、まだまだその日本の場合はそこまでの話じゃないのかもしれませんが、まあ、ヨーロッパでは非常に大きな問題として捉えられておりますので、これはもう航空事業が将来持続的に発展をできるかというのは、この環境問題を克服できるかということと、もしかして同義に近い話じゃないかなと思います。でそういう意味で私どもも、まあ、2020年以降ですね、バイオ燃料を積極的に
使えるような、そういう今準備をしているところです。アメリカではフルクラムというですね、バイオ燃料の製造会社に投資をして、一定程度のバイオ燃料を確保できるような、そういうこともしておりますし、日本の国内でもいろんな今バイオ燃料の開発をしているところに我々も直接的に関与をしていくということをやっておりますけれども、ただやっぱりこうどうしても量がね足りない、こういうふうに感じてます。だからとりあえずやはりこのバイオ燃料をですね、どんだけ確保できるかということをこれから必死にやっていきたいなと思ってます。それからやはり飛行機自体がこれからおそらくいわゆる化石燃料を中心とする燃料からですね、いわゆる自然エネルギーをもっと活用するような、そういう技術革新が起こってくるのは間違いないと思います。ただこれにはやっぱり時間がかかるんで、そういういわゆる今の社会問題の解決しなきゃいけないスピードとこういった飛行機自体のテクノロジーの進歩とのスピードが合わないというふうに僕は思ってますので、そこの間を今申し上げたようなバイオ燃料であるとか、あるいはカーボンオフセット、これは今いわゆるグローバルにコルシアというプログラムがスタートすることになっておりますけども、そういうものでなんとか時間をこうつなぎながらですね、そういう飛行機自体のいわゆる変化というかですね、そういうものに間に合わせていくというかですね、ちょっとそういういわゆるロードマップをきちっと作りたいなと思っています。あるはずだと思ってますので、我々としては超音速みたいなものについても、一つの選択肢としてですね、こういうものをやっていく、目を作っておきたいなというふうには思ってます。ただ、ご存知の通り超音速の場合一番問題になるいわゆる騒音の問題、それからやはり燃費の問題、これはもうまさしく今、お話があった、いわゆる環境問題と大きく、関わるものでありますので、そこを克服できるかですね、これも超音速で。それがやはりできないと超音速って難しいと思います。ちょっと言葉足らずで申し訳ないです。環境のこの何ですか、環境対応の例えば電気使った飛行機とかそういったものにこう JAL さん自身が関わっていくかどうかっていう、そういったイノベーションに対して JAL さん自身がこう主体的となって出資してくれるとか、そういうところに関わっていくビジョンというのがあるんでしょうか。例えばいわゆるこう電気駆動のエンジンを我々が開発するとか、そんなことは考えておりませんが、おそらく今ボーイングでもエアバスでもいろんな取り組みをしているし、いわゆるエンジンメーカーですね、世界の三大エンジンメーカーと呼ばれている方々も、そういう電気推進のエンジン開発に実際に今取り組んでいるというところです。でそういう部分について我々が何ができるかというと、やはりこれまで培ってきたオペレーションのそういうノウハウを持ってね、まさにそういういわゆる電気エンジンみたいのが実用化するにあたっての、そのあたりでこうオペレーターとしてあるいはユーザーとしてのこういろんな、ノウハウであるとか、技術を彼らにインプットしていくっていうのが我々の大きな多分役割になると思いますので、そういう意味ではこれから我々もですね、積極的に、いわゆる航空機メーカーあるいはエンジンメーカーに働きかけていきたいと思います。ご指摘の通り全くなんかこう、なんだそれみたいな、
そういうものをこうやるというイメージは僕も持ってなくてですね、まあ、やはりあの航空運送を中心とする、まあ我々はいわゆる日転間輸送で航空輸送サービスを提供しておりますので、まずはここをやっぱりきちっと確認して、まあ我々のサービスをこの日転間輸送から少しこう広げていくようなですね、そういうことからやっぱりやっていくんだろうなというふうに思います。一番近いところでやはりいわゆる空港の事業ですね、例えばあのグランドハンドリングとか、整備とか、今あの受託をしておりますけれども、これも おそらく今後ですね、日本国内でこの事業は大きく伸びます。でなぜならやはり6000万人のインバウンドを迎えるにあたり、当然我々も事業を拡大していきますけれども、いわゆる海外のエアラインがものすごく日本に便数を増やしてくるはずなんですね。でそういう中で、彼らをこう受け入れることも我々の責任であるし、それ自体がやはり大きな事業になると思うんですね。そういう、こう空港周辺のいわゆる海外のエアラインを受け入れるような事業っていうのは今もやってるし、これから大きく伸びると思います。それからあのやはり、まあ、航空輸送のサービスを広げるという意味では観光事業ですね。まあ、あのそんなこと言うとまたホテル始めるのかみたいに思われるかもしれませんが、あのホテルだけじゃなくて今やってるのはですね、民泊とか農泊とか城泊とかですね、ちょっとこう毛色の変わったね、そういうことをやったりですね、あるいは先ほど申し上げたあの地方のいろんなこう観光事業を支援していくようなそういうことであるとかですね、まあ、あのこれはもう航空運送事業のサービスと極めて親和性が高いんじゃないかなと思います。それからあとあのマイル事業、カード事業ですね、これも今やってます。で、これもあの今少し始めているいわゆるフィンテックだとか、デジタルマーケティングとかそういうような新しい分野に、このマイルあるいはカード、我々ものすごい大量の会員の皆さんを持っておりますので、おそらくそういう、まあ、新しいテクノロジーと組み合わせるとまた事業のこう形態が変わってくる。これはあの、利用者の皆さんにとってもまた新しいサービスがあのご提供できるんじゃないかなと、あのこんなふうに思っています。まあ、あのちょっと今ルールいくつかご紹介しましたけれども、やはりあの航空運送事業のあの航空サービスの延長でサービスの領域をこう広げていけるようなですね、そういうところに新規事業あるいは今の事業の拡大余地がを求めていきたいなと、あのこんなふうに思っています。今のお話の関連なんですが、先ほどマイルカードの話で、まあ、会社ごとのパイネリだったりいらっしゃるというそれを活用するとおっしゃるのは、要はその、まあ、グデータ的な部分というのを私のデータをまあ、IT なんで活用して、それはまたサービスで関連すると、そういうように、まあ、あの一般的にそういうサービスがこれからね、まあ、伸びていくだろうというふうに呼ばれていますので、当然あの我々もそういうものがあの頭にあります。はい、あとはあの備蓄エアについてなんですけども、改めてあの今後国際線を基盤とした提供の中で、国々にとって備蓄エアについてもというのはどうなのかというのは、その機能ですか。まあ、いろんなところで申し上げてますけども、ジップエアはいわゆる我々にとってですね、新しいマーケットを掘り起こすというのがあの最大の目的です。まあ、我々ずっとフルサービスキャリア事業一本足でやってきておりますけども、やはりここに来て、特にあの航空需要が非常にこう大きな事業になってきた。これはどういうことかというと、飛行機に乗るお客様がいろんな方が増えてきたということだと思うんですね。
でそういう中で、必ずしもフルサービスのそういうものをサービスを必要とされないお客様もたくさんいらっしゃるわけで、やはりそのいわゆる LCC モデル で、であれば飛行機に乗りたいというお客様に対して我々もこれからアプローチをしていく必要があるなと。でその中でも特に長距離の LCC 事業というのが非常にプレイヤーが少ない。これはプレイヤーが少ないのはなぜかというとこの事業難しいからだと思います。事業的にも技術的にもですね。でそれであればもう我々はできるだろうし、ここに挑戦しないというそういう選択はないだろうと、こういうことで、新しいマーケットを我々にも、の中で掘り起こす。で合わせてこれもですねやはりある意味一つのリスク分散であって、国際線堅調が危ないというふうなことと同じようにね、やはりフルサービス一本では危ないっていうことも頭に入れとかなきゃいけないなと、こういうことも含めてやはり今回ジップエア東京ですね、この事業をしっかりやって成功させたいというふうに思っているわけです。朝日新聞再生の過程にあたっては地方単独路線、会社路線から撤退ということがあったと思います。一方でこうした手厚い支援があったのは運輸というか公共性の高い事業であったこともあって、こうした手厚い支援もあったと思うんですけども、こういう形で再生が進んできた中で一度撤退した地方の単独路線の復活なんかを今後どういうふうに考えていくかということは、国際国内国内ですか。ですね、国内線についてはもうかなりの部分が、破綻前に戻ってきているというふうに路線についてはですね、確かに減らしたところはありますけれども、今減ったままになっているところも当然ありますけれども、かなりの部分が戻せているんじゃないかなと思います。その大きな変化として、国内事業がすごく好調だっていうことですね。好調だっていう意味はお前ら値上げしたろうってこう思われるかもしれませんが、決して破綻前と今とにおいて国内線の航空運賃が上がっているわけではなくてですね、むしろ逆に 5% ぐらいこうイールドが下がっているぐらいなんですけども、それでも国内線の事業が、昔よりもすごく採算性が上がってます。で現にその見ての通りロードファクターがものすごく高いですよね、国内線のですね。でそういう意味じゃやはり国内線の人口が減っていくという大きなマイナス要因はありますけれども、まだまだ国内線の余地、成長余地があるというふうに見ています。でそれは一つインバウンドでだろうし、もう一つ最近の大きな傾向としてですね、若い人が飛行機に乗るようになったんですね。これは大きな我々にとって希望です。一時期若い方が飛行機に乗らないっていう時期があったんですけれども、実はおそらく最近の、いわゆるワークライフバランスとかですね、コト消費とかですね、そういうものがあるいはインスタ映えみたいなですね、結構若い人たちをこう旅に向かわせているということもありましてですね、で、そういうところも含めて国内線あるいは日本人需要というのは、これからも余地がある。そういう意味じゃ不採算路線を復活させるというようなつもりはありませんけれども、かつてと違って、同じ路線でも、かつて不採算かもしれなかったけれども今そうじゃないっていう、そういう路線がたくさん増えているんだと思いますね。そこはやはり採算性をきちっと見ながら、
まだまだ国内線も、路線を増やしたり便数を増やしたりする余地は十分あると思います。お答えになっているかどうか分からないんですけど、冒頭も安全と採算性の両立というお話にありましたけれども、この10年はいろいろ取り組みされてきている中で、一方で近年はパイロットの認識事案だったりということも、ちょっとその信頼性についてちょっと傷がつく事態もあったと思うんですけど、ああいった飲酒事案が来たことについてですね、どういうふうに、何がこう、対策この10年間再生の中で何か足りなかったというような風に考えていらっしゃるか、ご説明いただけますでしょうか。飲酒事案については本当に痛恨の、問題だったと思います。本当に申し訳ないと思います。先ほど再選のプロセスで、皆さんから社会の信頼を少しずつこう、ね、回復していったと思ってましたけども、そういう中でのああいうことでですね、またこうガクッと社会の信頼を失ったのは間違いない、というふうに思ってますが、あの問題について、少しこう狭い意味で申し上げると、やはり対応が極めて遅かったっていうことに尽きる。これはもう完全に私の責任です。もっとこうスピード感を持ってね、去年のロンドン事例が発生した以降に対応を取っていれば、その後のことは防げた、これは間違いない、こういうふうに思っておりまして、そこを捉えると、もうそこに今申し上げた通り、スピード感の欠如に尽きると思いますが、じゃあなんでそういうことになったんだということについて、こういろいろ調べて、というかいろんな人とお話をしたりしていますけれども、社内検証委員会なんかでもいろいろ背景にあるね、その何ていうかな、こう周りに対するこう、ね、無関心さとか、そういうことがこうありますが、なんとなく今僕が思っているのはコミュニケーションだと思います。で、特に実はパイロットの方々とのコミュニケーションが、なんかものすごく昔に比べて少なくなったなっていうことをちょっと前々から感じていたんですけども、そのことがですね、このパイロットの社員のなんとなくこう孤独感みたいのに、組織全体含めてですね、なってしまってているなっていうのを最近改めてちょっと感じています。現象としてどういうことが起こっているかというとですね、例えば破綻前は客室乗務員とパイロットが同じホテルに泊まって夜食事に一緒に行くとかですね、そんなことあったんですけど、今そういうのはありません。それから、飛行機に乗るとですね、昔は操縦室に人が入れましたよね。今一切入れません。それからパイロットが出社してくると、昔は地上職とブリーフィングっていうのをやって、そこでこれからの飛行をどうするかみたいなミーティングとかやってたんですけども、今それ全部機械でやってます。したがってですね、僕がパイロットだとすると誰とも話をしないで仕事が終わってしまうみたいな。もちろん操縦室の中では2人のパイロットがいますけども、どうもなんかものすごく職場環境が変わっちゃってるなっていうことを最近痛感をしましてですね、おそらくこういうことがパイロットの今回の飲酒の問題と無関係ではないじゃないかなと。飲酒事例を起こしたパイロットってごく一部であるんですけども、やっぱりいろんな悩みをこう抱えてるんですね。これは会社の話だけじゃなくて、家庭だとか、自分の生活含めてですね、
でやはりその日頃のコミュニケーションによってそういうものがもしかして昔は解消されてたのが全くそういうことがこう行われないようなそういう職場環境になってしまっていて、まあ、だからいいってわけじゃないけれどもそういうものがそういうお酒、だとかねそういうものにこうつながっているんじゃないかなっていうちょっとそういうことを今感じてます。で、したがってあの今あの私、まあ、いろんなパイロットの皆さんと直接お話をする機会を持ってるんですけども、まあ、できるだけやはりですね、そういう人と人のコミュニケーションをこう取り戻してくれとそういうことをちょっとあの皆さんに、パイロットの皆さんにもお願いをしてるしあとはあのパイロットじゃない地上職の皆さんとか客室乗務員の皆さんとかにもそういう今話をしてます。とにかくパイロットともっとあの血の通った話をしろとあのもしかして こういうことがこの問題をこう解決していく一つ のきっかけになるんであればですねいいなと思ってるんですけども、まあ、いずれにしてもあのちょっと長々と申し上げましたがパイロットの職場環境っていうのの変化はこれは破綻とは関係ないんですけども、特にこの10年で大きく変わった部分で、あります。あのそこにやっぱり着目をしないといけないなとこれは強く思いますね。産経新聞の質問ですが、まあ、結局その国からの工事支援を考案されたというのは、まあまあ、アナと競争する簡単に言うとアナと競争するというのが、まあまあ、アナだけじゃないですけどしっかり競争しろということがあったと思うんですけど、まあ、やっぱりその、まあ、国内の事業会社との競争だとですね、まあ、国内で競争をしっかりしろというそういう意味でこの10年間ではしっかり、まあ、特に運賃面ですとか競争してできてきているというふうな状況はありますか。国内ですか。あのやはりあの国内先ほど申し上げたように非常に国内の需要がね増えてきている中でやはり2大キャリアである ANA さんと我々の競争が適正に、維持されたということがですね、非常に国内 この大きな航空インフラを維持する上で、非常に有効だったと思いますし、確実にその料金面あるいはサービス面の向上が大きく図られたというふうに、まあ、自負をしています。あとその昨日もあの国土交通省で会見があったんですけど政治会合あれも、まあ、今の今後の課題であるのでそういうことも関わってくるのかなと思って、まあ、結局あれは、まあ、負の遺産としての持っている意義も入れると思うんですがあれは今後の解決の方針というのを、まあ、改めて株の基礎会社でいろいろとお話されてます。改めてあの問題の解決に向けたあのまあ、いわゆる整理解雇のもう方々のみならず、当時、まあ、3分の1の、ね、グループの社員が辞めていったわけでありますので、そういう意味ではあの決して、整理解雇の方々だけの話じゃないということがまず大前提になります。で、まああのまあ、今のその人員確保の問題とかそういうことも含めてですね、まあ、すでに当時、まあ、会社を去られた皆さんが会社に戻ってくるという、これはあのしばらくそれは一切やってなかったんですけれども、2年前からそういう仕組みを作りましたんで、もちろんあの全員ではありませんけれども、戻ってきたい方その中でも、まあ、我々と採用する側として条件の合う方には、当時辞めた方でももう一回
JAL グループで働いていただくというこういうことを、始めておりますんでですね、そういった中でこの整理解雇の問題についても解決を図っていきたいというふうに私は考えていました。で現にそれを実行していますけれども、先ほど申し上げた通り全員が全員というわけにいかないものですから、そこの部分でまだその解決が図られていない一つの要因にもなっているんじゃないかなと思いますが、なんかこう方法がないもんかと、この問題を解決する方法はないもんかなというふうに、これはもう今も引き続き考えているところです。なかなかこうこれという決定ではなくてですね、ちょっとこう、時間もかかっているところですけども、私としても解決を図っていきたい大きなテーマの一つです。ちょっとですね、最後に僕は最近担当したんで、去年の家さんを終わる導入が、この10年でこう、JAL の復活の、象徴的な本かなというふうな印象なんですけど、この10年でこう、いろんなその復活を象徴する場面っていろいろあったと思うんですけど、特にどの場面、どういうところがあったのか。この10年で、いやー、正直言って、ここがっていうふうには僕は思ってないですね。これはこれで JAL が復活したんだなんて感じたことは正直ないですね。いろんな数字だとかね、そういうものはこうなんとなく整ってきていますけども、まだまだやはりこの先ほど冒頭に申し上げた通り、本当の意味での社会の皆さんの信頼を取り戻しているとは思ってませんし、そういう意味ではまだまだその再建のあるいは復活の途上にあるわけですので、そういう意味では申し訳ないですけども、 A350 が来て、JAL グループが復活したとは僕は思わなかったですね。一つ非常に嬉しい、ねイベントでありましたけれども、で私の立場からするとやはり新機種を入れるっていうのは非常にこう大変な緊張を強いられるものでもありますんで、A350は非常に飛行機自体は見て美しいし、これを飛ばすのは楽しみだなとは思いましたけども、やっぱり新機種の導入の辛さっていうのをもう何度も経験してますんでですね、まだまだこれからですね、 A350 ですね。お時間少し過ぎてますので、次の方で最後とさせていただきます。共同通信の丸田と言います。2点ほど伺います。10年前ですね、破綻の要因として縦割り意識というものも指摘されたと思います。でその後フィロソフィー研修とか通じてですね、社内のコミュニケーションが上がったという話もありまして、一方では先ほどおっしゃった、パイロットが孤独になっているというお話もありました。この10年間そういう部門間のコミュニケーションというのはどのように改善されたと思いますでしょうか。もうそこは航空会社というのはどうしても縦割りになりますので、いろんなこう専門分野がですね分かれていて、それぞれにその専門分野の領域をこう高めていかなきゃいけないっていう、そういう宿命を持ってますんで、どうしてもこう縦割りになりがちなんですけども、やはりそれをこう横をつなぐことについて努力をしていく必要があるんだっていうことが、やっぱり破綻後の反省としてね、大きくあったと思います。でそういう意味でいろんな機械を使って、いろんな社員がですね一堂に会して、それぞれがそれぞれの悩みを言ったりですね、苦労話をしたり、そういう機会を大きく増やしました。これは社員だけじゃなくて、マネジメントあるいは我々役員なんかも同じような
形でですね、常にこういろんな人がいろんな場面で話をするということに時間を割いてきましたので、それは非常にかつて違うねチームワーク、コミュニケーション、こういうものが醸成されてお互いの理解につながって、それが事業をあるいは業績を上げている大きな原動力になっているのは間違いないと思います。でただ一方で先ほど出たちょっとパイロットについてはそこが弱かった、あるいは最近になってやはりちょっとこう弱まってしまったという反省が大きくあります。これはやはりいわゆる乗務時間がですねかなり増えてきたということもありますので、そういう部分はやはり修正をしていく必要があるなと思いますが、いずれにしても航空会社にとってのそういう縦割りになりがちなものをいかにそうならないようにするかというのは、破綻の一つの大きな教訓だというふうに捉えています。一見先ほど安全と経営がこう両立するという目から黒くなったという話がありますけれども、特にその政府の現場は長かったと思いますので、こう整備部門で見たときにどのようにその考えてきたのか、その稲森さんの話を聞く中でどういうふうにこう両立するんだというふうに分かったのか、例えば政府の現場だったらどういうケースでそれがビフォーアフターとしてあったんでしょうか。ですね、やはり、品質が上がるとコストが下がるんだということですね。これはあまり今まで経験をしたこと、なんとなく概念としては分かってたんですけども、実際にそういうことが現場の中でも実感できるようになりました。これが非常に整備の立場だけでいうと大きいなと思いますね。だから本当に飛行機のかなり高いお金をかけて飛行機を入れ替えてみたときに飛行機が壊れませんと、非常に品質が高い、信頼性が高い、そういうものを飛ばしていくと整備費が非常に少なくて済む、あるいは人手がすごく少なくて済むっていうのが結構目の当たりにしましてですね、やはり特に破綻後に機材を大きく入れ替えたときに僕はそれをすごく感じました。だからやはりそのクオリティの高さっていうのはコストの低さと、非常に大きな相関があるんだなと、僕らがどうしてもクオリティを高めるためにはどんどん金をかけるっていうことしかないんだっていうふうに思いましたけども、一度クオリティが上がってくると今度はそのコストが下がってくるというそういういい循環に入るんだということがですね、理屈上は分かってましたけども、実際にそういうことをこうなんか体験するとですね、本当にその後よく分かったという そんな感じです。それではお時間となりましたので、大変申し訳ございませんがここまでとさせていただきます。本日はどうもどうもありがとうございました。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。